まあ、スタッフリアルバイだと、うん、ということ で、まあ、じゃあ実際どんな椅子があるんよ、まあ、安いとは思っていないが、うん、お前ら使ってんのかと、うん、実際、うん、売りたいだけなんじゃないの、そうそうそう、言うてね、うんうん、言うてそうなんじゃないのっていう声が、うん、はい、あの聞こえてきそうだったので、はい、それぞれ買っているやつを紹介していきたいと思います。はい、ストーリーでアンケート募集してご協力ありがとうございました、うん、はい、どのチェアがお好きですかっていうことで結果出ております、うん、CH23 が 38% で1位でした。2位が CH88、 このスチールのやつが 26%、 3位がセブンチェア、4位がアルテックのチェアになっております。一番投票が多かった CH23 からご紹介していきます。私が実際購入した椅子がこちら、大丈夫ですかね。こちらカール・ハンセン&サンの CH23 という椅子なんですけど、最初全然これ意識してなくって、バイチェアか CH88 で迷ってたんですけど、これめっちゃ座り心地ええよっていう話を聞いて、そっから仕事中に座るようになって、ダントツ私の中で座り心地が良かったんですよ。でセブンとワイチェアがあって、でこれ買いました。でこうグッと曲がったところとか、でこの背板が思いのほか広くて、ここも厚くて、なんで座った時にこう包まれてる感じ、アームはないんですけど包まれてる感じ、すごい座り心地がいいです。あと受けやすいんですね、体が。うん、そうですね。とここがカーブして、ちょっと緩やかなカーブかかってるところとか、とにかく美しいっていう削られてて、ここら辺とかも全部丁寧に。で我が家3匹猫がいるんですけど、でワイチェアも心配で買ったけど、シートクッションがあるんですよね。それをすると全然猫ちゃん問題なくって、でこれもペーパーコードだけど、シートクッション敷けば大丈夫かなって思って買ったけど、ここがこの椅子横が編まれてるんですよね。で、ここで爪研ぎします。なんでまさき家だけじゃなくて、いやー、多分そうですよね、猫ちゃん。ストーリーのアンケートにもあったんですけど、猫がいるからちょっと心配っていうお声があったんですけど、うんうん、ペーパーコードで欲しいって思うのは、こういう横がないタイプ、うん、ワイチェアとか、こういう、うん、次紹介するこういうのがですね。これは横でやります。心配な人はもうもうやめて、はい。なんでアーム付きじゃないのをしたかっていうと、自分のこう暮らしのことを考えた時に、うちソファーがなくって、くつろぐって言ったらそれぞれ MJ501 もあるんですけど、 あそこで座ったり、もう一つの一人掛けの椅子に誰か座ったりってしてて、結局私はダイニングでくつろぐことが多いので、立ち座りがすごく多いから、それも考えるとアーム付きはちょっと立ち座り難しいなと思って、アームなしで探して、なおかつ座り心地もすごいいいっていうので最終これになりました。CH23 使ってます。座面高すぎなくて座り心地いいですよね。そうですね、はい、ここが低くなってるので、私が161cm なんですけど、しっかり足つきます。我が家の犬は CH23 のペーパーコードをかじります。お犬様も魅力的なんですね。どうしましょうか。どうします。シートクッションでもしてたら、ワイとかでですね、座り心地は最高ということで、もしどうしても猫ちゃん、犬ちゃんおって、これ欲しいという方だったらご相談ください。CH88 のご紹介していきます。こちらリアルバイ西内です。どうぞ。はい、じゃあ 88P、 このクッションが付いているやつを購入しました。私が買いに至った経過っていうのが、まずコネクト入って、あ、めっちゃかっこいい椅子あるなと思って、でも他にもいっぱい椅子があるもので選びきれなかったんですよね。でその中でハンス・ジェイ・ウェグナーっていう椅子の巨匠のデザイナーさんが作っているものであれば、70年経ってもずっとずっと生産され続けてて、淘汰されて生き残ってきた椅子だから、まああのウェグナーの椅子はぜひ一脚買っといて間違いないだろうということで、まあ、決めてたんですよね、なんですけれども、やっぱりいろいろ見てから決めようと思って一回
落ち着きました、心を落ち着けたけど、うん、結果一周回ってやっぱりこれだっていう風に決めた椅子になります。そもそもお家に木の家具が木ばっかりですっごいやぼったくって、でその中にこういうスチール系とか線の細いものがあると引き締まるので、そういうものがもともと好きっていうのもあったし探してたっていうのが1個です。家の配置がちょっと独特でして、対面キッチンの作りなんですけど、あちら側にダイニングスペースがあると、私は牛乳を運ぶために生まれてきたんだなっていうぐらいもうずっとずっと往復してて、あちらに、うん、でキッチンの向こう側に、ね、うん、私何のために生まれてきたんやろ、そうやろキッチンの向こう側に行くために生まれてきたかなと思ってきて、うんうんうん、いやこんなことに時間使っとられんと思って、オアオペのお母さんよくお聞きください。キッチン内に移動しました、ダイニングテーブルを狭いところに。でそこで食事をするんであれば、もうスツールぐらいしかちょうどよく置けるものがないと。でスツールで生活してたんですけれども、やっぱりあの疲れるじゃないですか、体持たれたいなっていうことで背板があるものを探しましたが、やっぱりここまであるものは幅を取るということで、ハーフアームのさらに奥に引っ込んだこの短いアームのものがちょうど置けるということでこちらを選びました。でまさきさんと一緒で立ち上がったり座ったりが頻繁なので、それもしやすいという利点があります。で結構コロナになってから家でゆっくりすることが増えて、お酒も夜とか飲んだりご飯食べながら長く喋るっていうことが増えたので、まあ、そんな時はここに肘がぴったりフィットしてこうやって飲めるっていう、そういうあの生活自体が変わりましたね、この椅子を買うことで、うん、ゆったりした時間を過ごせるようになったっていうのがあります。カールハンセン&さん、はい、CH36、 はい、はい、買いました、はいはい、これのもの実際に見たというよりかは、何のちょっと雑誌か忘れたんですけれども、なんか本なのか雑誌なのかをこう見ていたら、うん、なんか教会、うん、で写ってる写真があって、こうすごい整然とこう並んでいて、とにかくなんかそれがすごい綺麗だな、建物としても見て綺麗だし、なんかそこにある椅子もすごい綺麗だなと思っていたら、っぽいなと思って調べてたら、やっぱりどうもこれだと、美しいところで使われているものをこう実際に買えると、そういうことを家に取り入れたら、まあきっとこういう暮らしができるんじゃないかなっていうのがあって、あの購入しました。で、まあ、他にもね、いろいろあの、まあ、ワイチェアとか気になるものはあったんですけれども、うち割とちょっと和風な家なんですよ。ちょうど後ろにラインの後ろが大きい障子があって、比較的縦と横のね障子なんでラインがあって、まあこれは本当に見ての通りすごく縦と横のラインっていう、そのあまりこう曲線はね、もちろん背もたれとかこう丸いんですけれども、他の椅子よりもこう直線を意識した作り、まあ、すごく気に入って、はい、最近は自分はこれをすごくよく使ってます。他にお持ちですかね、あ、そうですね、他にも CH30 とか、うん、まあ、Y チェアとかもあるんですけれども、 Y チェアとかアームあるね、こうくつろぎの時とかで、これとかはやっぱりあの子供が生まれる前からあったんですけど、まあ、それこそ汚さないかなとかいろいろ思ってたんですけど、ずっと出してたんですけど、実際に登ったりとか子供とかちっちゃい頃からね、うん、してましたけど、まあ全然問題なく、こうちょっと抱っこしながらとか、こう実際にこう座って、ワイチェアとかだとちょっとここがあるんで子供抱っこするとこう引っかかるんですけど、こう抱っこしてこう中上げたりとかっていうのはすごくしやすくて、よくこれすごく重宝しました。あんまりよりもここにちょっとこっちがあるのが、あんまりこういう椅子って少ないかなと、うちだと少ないんですけれども、こっちって何ですか、あの このちょっとね、ここが出てきたカーブですか、あ上に、そうそうですね、ここで切られずに、はい、ここに出てるってことですね。そうですね、はい、ここにちょっとこのティッシュとかですね、うん、あの手がすぐこう汚れるんで、ね、すぐ隣の子供にね、うんうん、はい、あのはい、ティッシュというか、あのウェットティッシュとかですね、はい、出すためにこうピッて引っ掛けてると便利という、うん、そんな実用性もある、はい、そんな美しい36です。カバンかけれる、ヘイの緑のバッグかけれる、フリッツハンセンのリリーです。最近、一番最近の買い物になります、椅子でいうと、コロナ、そうでもないです、あ、そうでもないですね、うんうん、リリーです、リリーです。いろんな椅子使ってはいるんですけど、まあ、セブンチェアだったり、まあ、そういうのを揃えてたりもするんですけど、セブン以上にこれでもかっていうぐらい曲線にしてってるんですよ。で、それにレザー貼ってるタイプです、これは、うんうん、しかもアームがあると、ソファー座ってるより楽、
ていう感じ、うん、感覚的には体をちゃんといいところに支えてくれるとか、うん、いい位置に持ってってくれますよね。やっぱりなんだかんだ夜行性が好きなんですよ。あんまり紹介されにくい椅子ではあると思うんですけど、そうです、ね、リリです。普通ログ用のダイニングチェアとしては、うん、おすすめですか ね、はい、リリー憧れます。エレガントですね。あ、エレガントですね、本当だ。エレガント、まっすぐなところがないんですよね。アームとセーターでカーブが際立っております。そういうことです、はい。ということで4つご紹介しました。スタッフのリアルな声は前からちょっとリクエストいただいてたんで、引き続きリクエストあればください。ご紹介させていただきます、うん、はい。皆さん いろんなお店行くじゃないですか、うん、店員さんによって勧める椅子がだから違うんですよ、うんうん、そういう意味では。だって まさに今4人紹介したんですけど、うん、バラバラじゃないですか。そう基準になる、例えば Y チェアとかセブンチェアとかベーシックなやつはもちろんありますけど、それにプラスアルファ何買ってんのって話になると、もうすでにバラバラなんで、体の体格と生活によってベストが変わってくると思うんです。変わってくるんですよ、はい、椅子見に行った時に聞いてもらったらいいと思うんですよ。何使ってるんですかって、うん、あなたの、うん、何使ってるんですか結局教えてください。うん、どの場所でどういう風に使ってますって聞かれると、うん、参考になると思うんですよ、それがね、うん、はい、とても憧れます。チェア欲しいなっていうと、椅子を選んだ時のリアルの声参考になりました。リリーはデスクワークにも使えそうでしょうか。使えますよ、実際やってますか、ね、社長がいつもデスクワークしてる椅子ですね、はいはい、パソコンでやっておりますね、社長は。こうなってます。社長はいい椅子に座ると話が長くなるって言ってましたね、この間。言ってたっけ？言ってた。あ、でもずっとここに座ってます。で、まあ、参考になったようでありがとうございます。皆さんコネクトにね、来ていただけたら嬉しいんですけど、見ていただいてる方は、あのもう本当全国いろんなとこから見ていただいてると思うので、お近くの家具屋さんまずやっぱ行くしかないかなと思うんですよ、うん、ひとまずね見なきゃね、うん、はい、まとめ、あ、まとめ、あのこれはあの家具屋さんみんな敷居だけ上げる家具屋さんもみんなもうやめません、うん、っていうあの発信です。これなぜならあの家具屋さんいっぱい見てくださってお客さんより見てくださって、だってお客さんがどういう椅子選びをしていいかすごい困ってるんですよ。なのに売る側がなんかどん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 敷居を上げてって、なんか入りにくいとか座りにくいとか、どんどん座ってもらったらいいじゃないですか、うんうんうん、だから そういうのもやめませんかっていう感じです。 もしくはまあ、僕らみたいに一緒になってこの椅子私買いましたとかってみんなで言いません？自分のリアルな声を上げてくださいっていうことですね。そうそうそう、うん、家具屋さん行った時にスタッフの方に、どの椅子か使われてるんですかって聞いてもらうのと、うん、この椅子ってなんでこんなに高いんですかってぜひ聞いてください、うん、椅子ごとにあの高い理由がちゃんとある、うん、今から僕リリー1時間説明できますけどね高いこの値段の価格にふさわしい技術や、うん、そうそう、あのデザインや、そう、はい、これ答えれないっていうことはお客さん側もやっぱり これはやっぱり高いもんなんだなってなっちゃうと思うんですよ、うん、でこれ納得できれば価値を感じてくれてると思うんで、だからまあそうしませんかと、うん、あのみんなで言いましょう、はい、なんで高いんですかって、うん、あのもう構わず言ってください、はい、遠慮なく、はい、カールハンセン、ホリエテン入るの勇気いる、あーおーいあの本拠地ですか、日本の本拠地ですか、うんうん、本拠地ではない、本拠地ではない、ないが、はい、それは青山なんで、青山の方ですね、うん、大阪の方ですね、大阪ですか、はい、リリーは座面高いくつ44かな、うんうん、45かな、どっちだったかな、すいません、え、一律ですか、選べるの、いや、選べない、選べないですね、うん、ウェブショップの方も見てください、はい、はい、
はい、人生の3分の1はお家のにいる時間ですよ、うん、QOL クオリティオブライフが上がる椅子を選びましょうねと、うん、いうことです、うん、靴とかベッドとか食器車は気を使うのに毎日座っている椅子を意識していないのは何でかなということで、うん、そこに意識を向けることで QOL が上がりますよ。30年後以上を見据えてお金の使い道考えましょうねということです。30年ってことないですからね。もっとヴィンテージ出てきてるやつ50年以上70年使われてるって思うと、いやもう本当その日割り計算すればね、うん、どれぐらいかだし、でもっと言うとゼロにならないんですよ、うん、使えば使うほど育っていって価値も上がっていくし、はい、初期投資の例えば、まあ、今だったら10万円近くって高いですよ、うんうんうん、高いけど10万円を30年で割ってみましょう、うん、まあ、もっとで言うと、はい、50年で割ってみると、でしかもそれが0円にならないんですよ、ってことはそれは、出費じゃないんですよ、投資なんですよ、うん、価値がゼロになるものは消耗されていく、うんうん、けど価値が残るっていうことは、うん、それは投資なんで、30年の間に10年持つ椅子3回買い替えるのと、まあ、1個持っとって価値が上がる椅子だったらどっち選びますかっていう感じですね。だから打ち合わせの時も言ってたんですけど、デンマークの人たちからとっても北欧の家具って本当に高いんですよ、値段変わらないので。なぜなら消費税も向こう 20% はかかるし、ある程度もう価格は統一されてるんですよ、グローバルで。 YJR の価格は日本で買おうがデンマークで買おうがもう一緒なんですよ、うんうん、本国で買ってるからだから買えるのよっていう話ではない、全然ないですよ、うんうん、そうで、彼らはじゃあなんでそんな高い家具を買うかっていうと、もうやっぱこれを考えてるんですよ、賢いんですよ彼ら、うんうん、あのもうおじいちゃん代から、はい、もう下手するとその前からもう脈々とそういうことを受け継いできてるので知ってるんですよね、損しないってこと、うん、まあ、だから日本人もこれから損しない生き方をしないといけないので、まあ、ぜひこういう目線もあっていいんじゃないかなと思います。はい。